僕ら初恋クロマニオンっていうねコンビでやってまして、こっちはこっちでなんとかウィンドウっていう、諦めるな、知ってるだろ、知ってるだろ、やってるんですけどもね。じゃあ「那覇から来たよ」って感じで「那覇那覇那覇」あ、4人、いやいやもっと遠くだぞっていう方、ちなみにどちらですか？伊藤マン出た、伊藤マンからわざわざ僕らを見に、違う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 、ガレッジさんとかを見に除幕式参加しに来られたんですよね。もっと遠いですか？野田家、すぐそばやし、すぐそばやし、ボケた後のなんすかそのドヤ顔は。はい、さあ行きましょう。はい、そうです。ラフ&ピース。ああ、いいです。ありがとうございます。ピース、はい、これ。ありがとうございます。今年はね、アジア、日本で12本の映画撮られるということで、で沖縄で撮った映画が5本あるという。これはすごいですよ。そのうちの1本が。ゴリさんがやってるんです。あ、そうですね。ゴリさんが監督してらっしゃる映画も上映される。今回は上映されるということで、これはすごいですよ。いや、楽しみばっかりじゃないですか。いや、もうこれだから本当にね。私はキノワンのテーマの映画も撮ってまして、あ、キノワンのテーマの映画も撮ってらっしゃる。あ、本当？それ僕らちょっと出てる。あ、僕らちょっと出てる。僕らちょっと出てらっしゃるんです。福ちゃんありがとうね。ありがとうございます。お前、俺ら糸満に出るんだよ。あ、そうなんですか。あ、で糸満の話すんな。そうだよ。昨日の糸満の話すんな。同じ映画祭に出展する。はい、田舎だる幸子親指、幸子と足早、9月17日敬老の日、うんじな年会チャビーグツナソーヌギティメンサー。井の足の皆さん、ハイサイ。ですね、元気があってね、元気だね、さあということで、かなりたくさんの方々に集まっていただいてますけれども、そうなんですよ、あの映画祭、残すところ50日でございます。ありがとうございます。はい、今年もね、第5回沖縄国際映画祭が3月の23日から始まります。あなたもなんか映画を撮ったんですよね。僕はまだ映画を撮ったというか、2月のもうあさってですか、あさってクランクインなんですが、糸満市を舞台にした地域映画をまあ4日間で撮ります。あ、これから撮ります。糸満市に存在する糸満っていうヒーローです。糸満っていうヒーローで、ストーリーなんとなく内容をカウントダウンボード除幕式出席者をご紹介させていただきます。お願いします。沖縄国際映画祭宜野湾応援団団長高安義行様、どうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。続きまして宜野湾市市長佐喜眞篤様、お願いいたします。よろしくお願いします。続きまして沖縄国際映画祭協力会会長白石武弘様、お願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして最後は我が吉本興業代表取締役社長大崎宏、どうぞよろしくお願いします。給料アップよろしくお願いします。危ない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 、所属の芸人舞台から落とそうとするってどういう社長なんだ。おかしいよ、ちょっとでも芸人減らそうとしてね。さあそれではご挨拶の方をいただきたいと思います。はい、まずは高安義行様、お願いいたします。よろしくお願いします。もともとあった沖縄の協力会、白石会長が務めております、沖縄協力会と連携して、宜野湾市地元でできるものが何かできないかということから、この団体が設立に至ったわけであります。それじゃあ吉本さんのこの沖縄国際映画祭を応援しよう、地元を挙げて、市民全員で応援しよう、そういった中から立ち上がりました。ありがとうございました。続きまして宜野湾市市長佐喜眞篤様、お願いいたします。宜野湾市も約20分ではございますが、宜野湾市の特徴を生かした映画が作成されました。その中で私も銀幕デビューをいたしました多分3月23日からスタートする映画祭の中で上映されると思います。今からドキドキしております。アカデミー助演男優賞、はい、気が早いです。ちなみにセリフはどれぐらいあったんですか？おお、それは良かった。短い。それだけですか？1秒でございます。それだけですか？しかし徹夜して考えました。ありがとうございました。続きまして、沖縄国際映画祭協力会会長、白市武弘様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この時期になるとたくさんの芸能人の皆さんがおいでになって、たくさんのカメラが入って、で4月から5月に、多くの沖縄のシーンがですね、全国で流れていくのも実はこの映画祭のおかげであります。従いまして、昨日はもとより沖縄を本当に活性化する意味で、この映画祭っていうのを一生懸命みんなで盛り上げていかなければいけないというふうに思っています。頑張ってやってまいりましょう。私も頑張ります。以上です。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、我が吉本興業株式会社代表取締役、大崎博が挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。私たちの会社はこういう不良ばっかり集めて、社長おかしいです。仕事、あ、不良じゃなかったです。こういう犯罪予備軍ばっかり集めて、余計悪くなっちゃう。どんどん悪くなってる。上げてください。給料も上げてください。仕事をしてます。そういう会社です。沖縄で国際映画祭っていうのをスタートしました。私たち社員もタレントも、それこそいろんな世界中には映画祭があるんですけども、そういう映画祭に行ったことも見たことも食べたこともなくて、見よう見まねで引きずらないことです。滑った場合は引きずらないことがポイントです。切り替えましょう。食べたことものところでちょっとボケたんですけれども、ちょっと甘いボケだったんで僕らもスルーしました。失礼いたしました。社長として非常に甘いボケでしたね。スルーしました。見たことも食べたこともんと思ったんですけれども、スルーしました。大変失礼いたしました。もし明日からガレステルが吉本興業所属じゃなくなった場合は、あそこで突っ込まなかったからだということを皆さんご理解ください。それではコメント続きよろしくお願いします。見よう見まねでなんとかここまでやってくれました。県内で協力会を立ち上げていただいたり、そして宜野湾の応援団を立ち上げていただいたり、本当に僕たちタレント芸人や社員にとって夢のようなことです。毎年毎年力いっぱい僕たちも頑張りますので、どうか皆さんのご協力と一緒にこの映画祭を、お祭りを盛り上げたいと思います。沖縄のいろんなニュースが大阪や東京でも流れているんですけれども、こんなに楽しくって、こんな仲良くって、こんないいところなんだということも僕たちの手で本土の方にも流したいと思います。それは僕たちがタレントや芸人社員が沖縄に来て映画祭を開催させていただいて、僕たちが勉強したことです。笑うことは許すこと、許すことが笑うことだ。そんな思いを持ってみんなと一緒に頑張れたらと思います。この犯罪予備軍もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。吉本興業がじゃあ犯罪予備軍ということで、そうですね、よろしいですね。はい、さあということで皆さん、はい、ご注目ください。はい、いよいよカウントダウンボード除幕式を行いたいと思います。わあ、なんて書いてあるんだろう。全然読めないな。なんて書いてんだろうね。ワクワクする。そうだろうね。あとって書いてますけどね。はい、さあそれでは行きましょう。はい、私はじゃあこちらで皆さんもご一緒によろしくお願いいたします。卵、あ、そっから取んの？そっからこの距離で、しかもお卵らしいね。はい、それでは行きましょう。第5回沖縄国際映画祭カウントダウンボードお披露目です。どうぞ。よいしょ。おめでとうございます。来ましたね。と50日と、これがね、一日一日ね、はい、削られていって、最終回、あ、まだ喋りたいですよ、市長が。市長、どうぞどうぞ、よかったら、団長、会長、シェフ、どうぞどうぞ。皆さん、すみません、せっかく宜野湾市で、第5回目の記念すべき国際映画祭が開催されますので、宜野湾市民が一体となって盛り上げていただきたいと、そういう思いを込めて、一回でいいですか、頑張ろうやりたいと思いますから、いいですか。どういうふうにやったら、皆さんどうやった方がいいですか。頑張ろうって言ったらみんなが頑張ろう。1回でいいですか。3回だな。3回いきましょう。せっかくですから。3回いきましょう。皆さん上がりますね。頑張ろう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 。よろしいですね。皆さんぜひ皆さん声かけをしていただいて、宜野湾市からこの国際映画祭を盛り上げていく、市民が一体となってこの国際映画祭を盛り上げていく。そういう思いを込めて、皆さんとともどもに頑張ろう参照したいと思いますから、よろしくお願いします。はい、盛り上げていくぞ、頑張ろう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 、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、なんか今市長選の雰囲気でしたね。選挙演説みたいにね、なってしまいましたけどね。我々講演会みたいになりましたけども、でもみんな後ろのね、お客さんもみんなやってくれてましたね。嬉しかったですね。ありがとうございます。以上をもちましてですね、カウントダウンボードの除幕式は、終了となります。皆さん、第5回沖縄国際映画祭3月の23日から行われます。しかも今回はですね、お客さんも一緒になってステージに上がって盛り上がろうという企画も今考え中でございます。楽しいイベントになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あと50日です。ありがとうございました。リベンデビル。ばあちゃんばっか呼ばれて。ゴリー。はい、それでは下手の方にいらっしゃいます。お願いします。かわいいね。かわいい。母ちゃんがさ、ゴリー。はい。トーンが低い。ゴリー。ゴリー。